はいどうも、ヒデさんの動画です。マキタラッシュでございます。マキタ充電式インパクトドライバー 40VMAX ですね、 T002G が発売となりました。嘘だろっていう、すごくないですか。この間出したばっかりじゃないですか。 40V のインパクト、もう新型が発売となりました。今日はですね、これを解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあまずはこちら、DST、デュアルスプリングテクノロジーというね、また新しい英語表記ね出てきましたけれども、こちらのハンマーケースの中に今までバネ、結構強烈な硬いバネが入ってて、そいつでこうなんかパワーを出してたんですけれども、ここをですね、2個のこうなんか2個こう重ねてここの中にぶち込みました。でそれによって今まではその1個の強烈なバネだったんで、そのザ 40V ですってんでパワーをね前面に押し出したんですけれども、どうしてもその細かいところっていうのが犠牲になってたんです。ただ今回はその適度なバネをこう2種類ここに入れることによって、ちっちゃいパワーからその大きいパワーまで両方いけるぜっていうインパクトにしてきましたということですね。でそのちっちゃいパワーっていうのは何かっていうと、おそらくその、カムアウトしてませんでした TD001、ね、いきなりスイッチ全開でギューンなんて回すと、ね、ブルーンとかってこう、ね、ビスから頭が外れたりっていうのがあったと思うんですけれども、今回それが軽減されましたということですね。でかつそのちっちゃい、ね、そのバネでバババババっていって、その強烈なバネが後からこうね押し寄せるようなパワーでより力の強いところまでいけますよっていうのが、売りとなっております。ハイコーキさんはそのなんかねトリプルハンマー機構とかっていうんで、そのハンマーのね叩く距離を稼いでダッ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 みたいなね入れ方をするんですけれども、マキタさんはこの2個のスプリングでそれを入れていくっていうところを、作ったそうでございます。はい、続きまして、マキタ史上最速締め付けね、これ私あざとく、見つけさせていただきました。これねちっちゃくマキタ師匠って書いてあるんですよね。これなんでだろうって思って一応調べました。調べたらですね、どうやらその M さんっていう会社さんが早いらしいですね。マキタの M じゃないんですけど、M なんとかっていう会社さんが早いらしくて、まあ、一応国内ではマキタ師匠という書き方をしたそうでございます。でもね、そのハイコーキさんのね 36V もトリプルハンマー機構むちゃくちゃ速いじゃないですか。やっぱその辺もちょっと後でやってみようかなっていうんで、まあ、動画の後半もお楽しみによろしくお願いします。実はまだ私これド新品で今箱から開けたばっかりなんで、まだビス締め全くしてないんですよ。だからちょっと後で挑戦しますから。はい、続きまして、強さ、まあこれね、今強さを売りにしましたっていうのをおしゃべりしたんで、トルク上がってんのかなって思ったんですけれども、220Nm ってことで T001 と変更なしでございました。ただ、作業スピード 25% アップとなってますので、まあ、この20スプリングっていうのですね、この辺がいい仕事をしてるんじゃないかと思います。はい、じゃあ、見た目の方をちょっと攻めていきたいと思います。これがですね、ああ、かっこいい。はい、こんな感じで、今これブルーのね、ボディなんですけども、なんかここはね、若干こう、迷彩が入ったような、ボディになっておりますけれども、はい。明るさ大丈夫でしょうか。はい、じっくり見てください。なんかこの迷彩の感じが、パナソニックさんのね、カーボン調みたいなインパクトをこう感じさせるデザインになってますけど、この細かいね、模様が入ってるデザインいいですよね。かっこいいですね。カラー展開が、青ですね、青。あとはオリーブ、黒、イエロー、オーセンティック、パープルとなっております。そしてライト4灯です。やっちまいましたよ、ね。どっかさんを倒すべく4灯にしたんじゃないでしょうか。むちゃくちゃ眩しいですね。今までは例えばじゃあここに地面があってね、ここにビス、ここはビス打ちてえとでこう地面があったりするとどうしてもね何灯か潰れちゃっていいとこ照らせねえよなんていう場面があったと思うんですけども、4灯ですからどんな角度だって照らすぜっていう感じになってますね。はい、で、これ眩しくないですかね。私ハイコーキさんの、今の現行のね、インパクトが出た時にむちゃくちゃ眩しくて、ちょっと文句言ったことがあったんですよ。眩しすぎるわとかって言ったことがあったんですけれども、なんとですね、マキタさんすげえんだよ、これ。左右切り替えのこれを、
あの真ん中、このトリガー引けない状態の真ん中モードにして、トリガーピュッて引くと、ライトモードって言って、これ1時間点灯しっぱなしモードになるんですよ。これ皆さん知ってました?前の機種もこれあったと思います。こうやってね、まあライト代わりにしてもらっていいんですけれども、このモードにして、ここの、まあライトのね、このオンオフみたいなボタンをこう押していただくと、ほら、調光できるんですよ。賢い。で、説明書には、ここまでしか書いてないんですけれども、私頑張りました。今これが明るいでしょ?真ん中暗いじゃないですか。この状態のまんま、ほら、わかりました?暗いまんまなんですよ。もう一回ライトモードにして、明るいモードにして、ほら、明るいですよね。って感じで、一回ライトモードで調光してしまえば、次使うとき、そのライトの明るさのまんまずっと使えるです。なので、お客様によっては、むちゃくちゃ明るいモードの方がいいですよって人もいるし、もう反射がきついし、俺こうやって近くでやるから嫌なんだよねって人は、まあ、もちろんオフにしてもいいし、一番暗いモードにするっていうのも手かなと思いますんで、ねえ、調光つけてきました。これすごくよろしいですね。はい、あと便利なのがですね、インパクトを正面に持ってもらった時のここのスイッチですね。これ今ライトがチカチカしてますけれども、このスイッチ優秀でして、これ何かっていうとモード切り替えのスイッチになるんですよ。だからこれじゃあどういう時使うのよってことなんですけれども、皆さん一般的には左手で、ここの機能切り替えのこのボタンを押してパワー調整をしたりするんですけれども、じゃあ今これ最強モードでーすって言って、脚立がなんとか登って、こうやってボードを持ってますよね。よし、じゃあ、ちょっと閉めるか。やーべー、最強モードできちゃったけど、左手塞がってるしどうしよう、とか、頭でボードで押さえるのか、とかってなるんですけども、そういう時は、もう、ここで一番弱いモードにすれば、揉めますよ、みたいな感じで。右手だけで、弱から強まで、調整してくれというわけでございますね。はい。というわけで、まあ、ここまでが、まあ、一番大まかなっていうか、一番大事な説明。まあ、おそらく皆さんが便利に使えるなっていうのがここまで。こっからがですね、もうマニアックすぎちゃって、私の動画また30分以上喋ることになっちゃうんで、今日やめます。はい。さらっとね、あ、お前喋んなかったじゃねえかとかって言われそうなんで言うと、なんかここのさっきのね、ここの切り替えボタンとなんかこの辺のボタンを同時に押したりなんだりしたりすると、メモリー機能っていうのがついてたりして、それがオンオフできますよ。なんかこの、なんかその機能をね、登録すると、そのモードを呼び出してどうのこうのとかっていうのができます。ね、おそらく牧田さんとしては、まあ、その機能が肝なんですよとか言われちゃったら申し訳ないんですけれども、おそらくこの機能はどうなんだろうしょう。超マニアックな人しか使わないんじゃないかなと思います。あとはですね、一番大事なとここの後に喋んないって話なんですけれども、一応肝なところなんですが、まあ、この辺は、前の機種と同様なので、割愛させていただきますけれども、打撃モードっていうのは、いろんなモードがね、ここについてますので、その辺は便利にお使いください。そして、最後の大看板でございます。もうこのチラシにも、デカデカと書いてありますね。スマホアプリに対応しました。ね、どっかで聞いたような歌い文句ですけれども、要はあれですね、廃校機さんの今のインパクト、Bluetooth バッテリー挿すと、スマホのアプリと連動できますよっていうやつの、まあ、巻き玉版というわけでございますね。この辺の、じゃあアプリと連動して細かい説明がどうのこうのっていうのは、まあ、これもね、公式のリンク、この、概要欄貼っておきますんで、ちょっとご自分でご確認ください。今この動画で喋ると、さらっと見たい人がね、いなくなってしまいますんで、一応ご確認ください。これはね、まあ、どうなんすかね、どうなんでしょうか?コメントをください。まあ、大勝負、まあ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 ね、ハイコーキさんやってますからね。じゃあ、教えてください。ハイコーキさん。多分僕の動画を見てる人、廃校機さんのファンの方多いと思うんで、おそらくこれも見てると思うんですけども、WH36DC っていう、インパクトドライバー、Bluetooth バッテリーを挿すと、アプリと連動できて、機能が切り替えられるっていうのは知ってました?
発売当初はね、結構強気に押してってこんなのできるんすよとかって言ってね、あのなんかマキタ風にもできますよとかっていう歌い文句で、結構いろんな人に試してもらったんですけれども、現在それやってる人あんま聞かないんですよね。今でもね、この機能マジ便利で俺アプリで毎回ちょこちょこ変えてるぜとかっていう人いたらぜひ教えてください。まあおそらくね、あのちょっと失礼発言になりますけれども、まあ使ってないんじゃないかなと思うんですよ。で、じゃあまあ牧田さんのね、このアプリをね、じゃあその使うのかなとかっていうところがあります。じゃあまあさぞ使いやすいのかなって思ったんですけれども、はい、こちらすごいですね。通信アダプター ADP11、定価12,000円、こちらをですね、ダダッ刺してバッテリーを刺します。そうするとここが無線、そのスマートフォンと連動してこっちのプログラムを書き換えるってことで、スマホアプリを使いたい人は12,000円の通信アダプター買ってください。なんとも強気でございますけれども、はい、お口が悪いですね。はい、というわけでまあおそらくね、販売店がこの通信アダプターを持っといて、で、まあ、買ってくれたお客さんに初回ね、こうカスタムしてあげたりするのかな、どうなんですかね。というわけで、まあ、なかなかね、その Bluetooth バッテリーっていうものは多分おそらく配国さんが特許持ってるのかあれで、牧田さんはどうやってこれとスマホ連動させようってなった時に、まあ、ここにそのね通信アダプターっていうのをぶち込んで通信しようという手法で、これをやってきたわけでございますね。はい、というわけでですね、まあ、ちょっと申し上げない、結局はこれを読んだぐらいの浅い知識の紹介だったんですけれども、まあ、これ以上はですね、アプリの説明だとか打撃の細かい説明っていうのは私にまたダラダラと話が長くなってしまいますので、まあ皆さんが一番ね、おーってなるところ、ハイコーキさんの最新型のインパクトドライバー WH36DC と、あとはこっちのこれ、すげえ長いビスもんで、どっちが早いかだけ見せましょう。ちょっとこの辺をねやっていきますんで、もうちょっとだけお付き合いください。はい、じゃあまあこの機種をね軽く対決していきましょう。私大事なこと言い忘れてました。これですね、なんかビットブレをものすごく軽減したんですって。でですね、どうやって見せようかな、こうしようかな。おお、すげえ、本当にブレない。ああ、全くブレてないですね。こっちは、まあ今ですね、ベッセルさんのブレないビット使ってるんでね。うん、まあまあこっちもブレないか。そのブレなささっていうのはどっちも一緒かな。はい、あともう一つ、ちょっと便利な機構、インパクトのそのビットを入れるときってスリーブをこう持ち上げて刺すっていう、まあ、こっちの方がねスチールボール傷めなくていいんじゃないですかとかっていうのはちょっと私よく言うんですけれども、牧田さんって抜くときはこうやって持ち上げるんですけれども、入れるときってこのままこうやって刺していいんですよね。これ便利だよってことなんですけれども、どうやらこの新型ですね、この今すごくスッと入ったと思いません？私の力の入れなささっていうのを伝えられるかな。ここの入れる抵抗力っていうのをすげえ軽くしたそうです。それも歌い文句の一つとなっております。はい、じゃあまあ実際に対決していくわけなんですけれども、今僕が用意しているこの今下の、角材っていうのが90角なんですよ。でもちょっと120のビス打ちたいなっていう思いがあったんで、この四角の、ね、頭のこの金物ビスの120持ってきましたから、これをザーッとね締めてみて、どっちが早いかやってみようかな。強さ勝負ね、いいでしょうっていうところでやっていきたいと思います。というわけでいかがだったでしょうか。まあ
まあそんな変わんないっちゃ変わんないですね。あとね、お前カムアウトしてんじゃねえかよとかって言われそうなんですけれども、あのまあその辺は正直に、まあ僕が下手くそなだけにしましょう。あのまあ正直に、まあ僕はちょっとカムアウトしちゃいましたけれども、前の機種よりはカムアウト、すごくしづらくなりましたよっていう機種になっております。 40V のケースが新しくなりました。ですね、バッテリーが3個入る仕組みになって、まあちょっと通常は2個フルセットなんですけれども、ちょっとまあ仮に3個目、こういった状態、18V のは4個入るぜとかっていうやつになってるんですけれども、まあ、ここのスペース、まあ、この40の充電器がでかいからでしょうね。一応3個入るという新ケースとなりました。でちょっとですね、まだ不確かな情報で申し訳ないんですけれども、さっきのアダプターあったじゃないですか、あれを挟んだ状態でもここに入るのかなっていうような、ケースの大きさになっているのと、あと残念ながら、まあ、これでね4アンペア5アンペアの電池使う人いないとは思うんですけれども、4アンペアの電池をここにぶっ刺した状態で、ケース収めるのは無理、こっちも 2.5 アンペア専用の形になってますね。はい、あとはまあ朗報は反対で申し訳ないんですけど、ね、まあ、ケースはここ赤でねかっこいいなとか、こういった感じになってるとか、このケースもね、防水仕様でいいですよ。あとは、取っ手をこうやって持ち上げた状態のまんまだと、今このケースロック全部開いた状態でも、ね、うっかりこうねここにビス入れてたやつバラバラバラってこぼす人いらっしゃいますよね。今ロックしてない状態でも取っ手を持ったら開かないですよっていうケースになってます。これに関しましては開けた時のここ穴が開いてて、この取っ手を持ち上げた時にここに爪が入るようになってるんですよね。まあそれによってバラバラってこうビスがこぼれなかったりする、いいケースになってます。これは前からと同じ機構ですね。はい、というケースになってます。というわけで、今回この TD002G が発売したということでですね、旧型をちょっとお安く販売しようかなとかっていうところもありますので、もしよかったら、この新型、ちょっとまだ数が少ないんですけれども、これ並んでます。あとは、旧型っていうのも、びっくりするぐらいお安い価格で並べさせていただきましたので、そっちも在庫限り、販売いたしますんで、いかがでしょうか。はい、というわけで、以上、秀久の動画でした。お付き合い、ありがとうございました。